Mommy from the perfect parking spot. Let me find a perfect spot. This is my best parking spot. Well, I find a tunnel and I find a butt. Mommy and Lily find it. Yeah! Me and Meta the Japanese embassy. This parking lot. Very expensive, like $20 1 hour crazy. So on the road and perfect cheaper. I need mommy from the perfect parking spot. Oh, so Lily. look. So we park next to the parking lot. Okay, I'm here. 楽しかったね。楽しかったね、りんちゃん。OK, so Japanese Embassy Building 着きました。イェイ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 。渋滞とか、あとパーキング探すのに時間がかかると思ってたから、早めに、かなり早めに出てて、で30分ね、早く着くことができました。イェイイェイイェイ。予約番号があって、その時間になんないと、もうビルディングの中に入れないんですけど、トイレとかね、最初に行こうかなと思います。やだ。お靴履いて、お外行こう。やだ。まだ。And, after applying passport, mommy and Lily go to the date. Do you know what to do after that, Lily? We are going to a museum, then we're gonna go pancakes! Yum, yum, yum! リリちゃんとマミの2人でロサンゼルスにデートに来てます。リリちゃんの日本のパスポートがエクスパイアで有効期限切れちゃってて、でそれの更新に来ました。ちょっとチュン抱きしないで、はい、抱っこしてる、かわいい。もうさ、いつもさハクスリーがいるからさ、なんかもうリリちゃんにはさお姉ちゃんになってもらわないと困るからさ、なんかいつも結構厳しくしちゃうんだけど、今日はリリちゃんと二人っきりだから、なんかもうすごい甘やかしてるっていうか、なんかね、そうパスポートの申請待ってる時も膝の上に私がね座らせたくて、膝の上に座ってみたいなね。今も抱っこして待つ。よいしょよいしょ。ボタン押した、リリー。あ、乗った。今から楽しみにしていたブロードのミュージアムに行きます。じゃあミュージアム行きます。
とリリの日本のパスポートの更新に、ロサンゼルスの日本領事館に来てます。アメリカでも日本のパスポートの更新とか、まあ、申請ってできるんですけど、私の住んでるサンタバーバラにはできる場所がなくて、 LA の日本領事館のとこまで来なきゃいけなくて、私たちは今日来てるって感じです。で、家から LA の領事館まで私たちの家からだと1時間48分くらいなんですけど、そうパスポートがないと日本に飛べないので真似更新しに来ました。で、ね、午前中に申請に来るとその日中に仕上げてくれて、で受け取りがね3時以降だから、まあ、その申請した後のちょっと3、4時間2人で時間潰すっていう感じで、今日はね LA をフラフラしてました。楽しかったね。リーちゃん、マミさん、リーちゃんの今日の面白い話したいのよ。いい？私がね、そうテスラで今日来てるんだけど、私がその自動運転してて、で後ろに振り返ってなんかリリー何してるのかなと思って、リリーをすごい見てたのね。大丈夫みたいな、もうがっつり見てたの、こうやって運転しながら、で大丈夫みたいな、こうがっつり見てたのね。あのテスラの自動運転だから、まあ、安全ちゃん、さリリーちゃんがもうびっくりしちゃって、マミマミ前向いて前とか言って、あとはリリー言った、運転しててじゃなんか歌を歌ってたんだよね。歌を歌って、であーみたいな、手をこうして歌いながら、手をあーってやってたら、リーちゃんが Two hands って怒られた。2つで両手でハンドル握りなさいって怒られた。そう、じゃあ LA 着いたらパンケーキ食べて、その後レイダウンして、でちょっと休憩しようとか言うわけよ。なんかそのベッドで寝っ転がりたいみたいなので、私何言ってんだろうと思って、なんかリリジョン的には今日ホテルに泊まるつもりだったんだってなんかちょっとロサンゼルス着いたら最初にパンケーキ食べに行って、でホテルチェックインして、でベッドでちょっとゆっくりしようみたいな、でその後にお部屋にチョコレートと飲み物持ってきてもらおうみたいなこと言っててなんてラクジュアリー志向な子なんだろうと思って私が5歳の時はホテルなんて泊まったことあったのか、ホテルってこと存在はそんな知らなかった気がすると思って、うちの子ちょっとラグジュアリー思考で笑っちゃったんだよ、マミパスポート受け取りました、イエーイ、見せて、イエーイ、はい、よかったよかった、日本行けます。あ、大丈夫、見なくて。今日は嬉しいことが2回もありました。係員のおじさんに、あなたはこの子とシスターですかっていうのをね言われました2回も言われた。2回、2人の人に1回ずつ、ちょっと待って日本語がおかしい、2回も言われた、2人の人に言われた。待って、あ、ちょっと待って、あっちから行こう、あ、ちょっと待って、こっちでいいや、リーちゃん階段降りれるかな、すごい。すごい、シェイクシャック来たらなんかオーダーがタッチパネルみたいです。やりましょう、はい、普通のフライ、え、なになになに、リーちゃんホットドッグじゃないでしょ、バーガー、すごいね、何食べる、普通のシェイクバーガー、できた、チキン好きな、チキン、ドリンクいる、アップルジュース、え、アップルジュース、
柚子オレンジジシャイダー、いいよいいよ、じゃあはいはい、柚子オレンジサイダー、何これ、どっちにしようかな、どっちにしよう、進めしてきたよ、うん、ガイズ、OK、アイスクリームか、アイスクリームかわいい、はい、OK、 ケチャップのせるでしょ、うん、Ready? I'm going to hair salon. Me too. OK, let's go. Me, Mama. Look, I got red hair.Oh, look! My hair changed to red. I got, me too. I got a blue one. Now I got like a beautiful hair like Ariel. Yeah, same. I wanna go. My hair got done. Look.Mine is not done. Your hair is so beautiful. I'm not done yet. Thanks, Mexico area. Yeah, you're beautiful. Yeah, テスラの充電が終わったとアプリでお知らせが来たので、車を移動してくださいっていうお知らせが来るんですね。テスラのチャージが完了すると、そう、充電ステーションが混むので、まあ、移動してくださいっていう連絡が来るんですけど、まあ、なので、まあ、もうちょっと早く、そう、もうちょっとあるので早く食べて、お家に帰りたいと思います。バイバイ。